漫画家、随筆家の山崎まりさんです。山崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。山崎さんは17歳で単身イタリアに渡り、油絵と美術史を学ばれた後、漫画家としてデビュー。代表作、テルマエロマエで、第3回漫画大賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞を受賞されています。イタリアと日本を往復する生活を送られています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。山崎さんは今、家でどんな風に過ごされてますか？私ですか？はい。私は今ですね、うちは家族がもう ほぼ1年の半分ぐらい、私本来ならイタリアにいる人間なんで、なんでしょう、行ったり来たりが、まあ、頻繁にあるわけですよ。でも今回はその3月の、まあ、半ばぐらいに一旦イタリア帰ろうかなと思ったら、そのタイミングを逃してしまい、で、まあ、以降ずっと日本にいるような状態になっちゃってるんですけど、まあ、うちの場合はその夫が、まあ、イタリアにいる状態で、あと息子も皆さんたちと違ってもう可愛らしい年齢終わって25歳のもう鼻毛が出てるようなおっさん状態の息子なんで、彼はちょっと近所には住んでいるんですけど、とにかくソーシャルディスタンスを保とうという意識でなるべく会わないようにはしてるんですが、だから家ではほぼ一人ですね、毎日一人で。でもうちには今猫と金魚2匹と、はい、カブトムシ2匹と、カブトムシの幼虫が53匹いるんですよ。それはマリさんが飼われているカブトムシですか？だから毎日そういうものらと会話をしてます。私はカブトムシ、まだ生まれてないっていうか、まだ幼虫ですよね。幼虫ですけど、生まれてるのもいるんですよ。生まれてると去年から年越ししたやつがいるんですよ。すごい。いや、すごいんですよ。うちちょっと結構甲虫長生き系が多くて、今そういう素敵なブルガリの対談でする話はないかもしれないですけど、ちょっとその昆虫が多いんですよ、とにかくうちの中。それもともとマリさんは昆虫好きってことなんですか？昆虫大好きですよ。今わざわざ昆虫の標本とかがない部屋に来て話してますけど、皆さんがビビったら困ると思って。だけどもすごいあるんですよ、たくさん。なのでそう、人間じゃないものとのコミュニケーション時間が非常に長くなりました。もうすぐ私はドリトル先生になれるかもしれない。もうそっちに行くという。それともうとにかくね、考える時間がめちゃくちゃ増えましたね。もう今まで忙しすぎて、だから漫画の仕事もさることながらですけど、割と外仕事も多かったんで、もう面倒くさいことは考えないようにしてたと思っていたんですが、そういう感じじゃないです。今もう一つのことにこだわり始めるとずっとそれ考えてるみたいな感じになっちゃって、もうドリトル先生プラス哲学者になれるかもしれないぐらい。ダブルでみたいな。仕事もやっぱりもうペースは変わらずずっと、4月はちょっとお休みが入ったりとかしてたんですけど、でもそれでもやっぱり締め切りの原稿とかたくさんありますから、まあでも何でしょうね、やっぱりステイホーム状態になってからは他の外仕事のことを考えなくてよくなった分だけ、やっぱりすごく漫画のこととか、あと、まあ、文章を書くことに注視できるようになったっていうのはありますよね。そっちにこう脳みそがこうギュッと今まで蛇口が何個もあったのが一つに凝縮されてるみたいな感じというか、私も本当久々に人間と喋ったんで、ものすごいちょっとでした。久しぶりのトークでしたか？レスポンスが戻ってくるっていうこの喜びっていうんですか、やっぱりこう、なんかこうコミュニケーションっていうのが必要だなっていうことをこう実直に感じたんですけど、川瀬さんがおっしゃったその希望っていうやっぱり言葉ってね、実はすごく短絡的に私たち使うんですけど、気をつけなきゃいけない言葉でもあって、やっぱり一つの目標であったりとかイデオロギーなんですよね、希望って。でその通りにならないと、ああダメだってすぐに落ち込んじゃうんですよ、逆に。その時のダメージが。だからね、こう、希望も何も、もう生きてることはね、この大気圏の中に生まれてきたってことは、地球で生きてていいよって言われてることなんですから、もうそれさえ分かればもういいかな。で、その中で、こう、思い通りに、まあ、ならないことがあったとしても、それを臨機応変に楽しむ。楽しむって楽しめないよっておっしゃる方もいるでしょうけど、いや楽しまなくていいですよ。だからこういうものなんだな、地球に生きる現象ってこうなんだなって、こうなんていうのかな、やっぱ向き合っていく中で、再三言ってますけども、
普段の日常のこう慣れ合いの日常だと多分備わんない何かこう強さだったりメンタリティだったり、例えば免疫力っていうのが今ね全部私たちチャンスでもらえてるんですよ。うん、でこれが備わった後の我々っていうのはものすごいある意味でもう一つの、まあ、大きな何でしょうね、一皮また大きくかぶってるんじゃないけどもすごい強い人間になってるはずなんですよ絶対に。で私みたいなこの意図せずに波乱万丈な人生を送ってきた人間からしてみると、うん、人間が持ってるこの感性っていうのは大体全てに対応できるようにできてるんですよ本当は、うん、ただ私たちがこの思い込みで甘やかしちゃって、あそれ絶対無理とかこんなことになっちゃってとかなんかこうドラマにしちゃうからダメなんだって。結構人間って強靭にできてますよ本当に。だからあのその力を信じていれば、あの、まあ、自分力ですよね、自分の中に何にでも結構耐えることができる。やっぱり失敗をしようが失望しようが絶望の淵に置かれようが人間ってやっぱりこの大気圏の中で息をしている以上生き続けていくんですよ。だからそれをやっぱり味方に、そのなんていうのかな、私たちのこの命の在り方っていうのをこうあのもっとシンプルに受け止めていくことで逆にものすごい豊かなものが芽生えてくるんじゃないかなというふうに思います。